皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのグッです今回は卓球注目の方よろしくお願いします本日のテーマはこちらです手前に落とすチキータ、まあ、ループチキータというやり方を皆さんに紹介しますこれは何だろうなって皆さん思った方いると思いますで,ですね最近ですねチキータ卓球の世界はもチキータとか台上ドライブすごい流行ってますで最近世界では3種類のチキータが使われていると言われていますでそれはまず速い 高速の台上ドライブと一般的に言われる速いチキータ、まあ、強烈なトップスピンのドーンっていう台上ドライブこういうチキータとても速い一発抜きチキータこれがまず1つ目そして世界で2つ使われるチキータ2つ目は横回転重視の曲がるようなチキータ、まあ、要するに回転重視の横回転のよく曲がるチキータですねこれが2つ目です、まあ、これが一番一般的ですね一般的によく使われてましたで今回3つ目トップ選手があの一般の選手 もうどちらでもかなり点数になっている技。それはですね、あの今回三つ目で手前に落とすチキータ。要するにもういやらしい回転重視の超ループの回転のめっちゃかかった遅くてかかったタイミングが取りづらい相手がすごく打ちづらい利用しづらくて処理に困るといったチキータ。たまにまぐれでできたりとかしたりする方いると思います。カス当たりみたいな感じで出て <laughs> あの手前にたまたま落ちてめっちゃ取りづらいチキータが出たりしますよね。皆さん。 その手もう一番取れないチキータですよねそういうすかすれたような薄くこすれてかすれたようなめっちゃ手前に短く止まるようなチキータって超かかってて取れないですよねループチキータは実はパワーがいらないのでぜひおすすめなんです今まで高速チキータ大乗高速チキータまあ大乗ドライブとかはパワーがありますよね力がいるスイングスピードがいるので上級者向けになるんですけどこのこのループチキータは力が入れない 力が比較的いらなくて点数になるものなのでかなり実用頻度の高い私たち一般の選手向けのループチキータなんですで今日は皆さん三つの手順で刺さっていきますまず手順一つ目このループチキータまずはですね相手のサーブがツーバウンドで短く来た時に肘をキープしてでできるだけボールを引き付けるっていうとこまでまずやってくださいまあこれはチキータの低速ですよねチキータ全般とりあえず肘を高めにキープしてでできるだけボールを どれだけで、こう、早いタイミングでやっちゃうと、チキータはうまくできません。なので、出来上げて、こう、出来上げ、こう、もう、頂点より、も落ちたところまで、落とす。これができる、この、待ちができる、この、溜めができる人が、やっぱ、チキータが上手い人ですね。なので、こう、溜めができる。ググググググはい、ここまで、溜められることが確認できたら、手順の二つ目にいきましょう。 はい、では今度は手順の1つ目いよいよループチキータのやり方なんですけども今度はです、ね、チキータのループドライブをやるようにいつ,ものいつもよりちょっと下から上に掘り上げるようにあの小さめのスイングで下から上に掘り上げる捉える位置はボールのこれ左斜め後ろですここ番です。ここ 斜め真後ろ真左というよりか斜め後ろを捉えるような感じででループドライブのチキータはループ系をやるような感じで下からいつもよりもより掘り上げるような感覚下から上にチキータでどちらかというと溜めてでちょっとググッて溜めて前に振るような感じだと思うんですけども、あのー、こチキータを溜めてで一気に手首をキュッとこう引きつ でサイドスピンをぎゅっとかける手首でこう引きつけてぎゃっとかけると思うんですけどこの時に下から上に掘り上げるちょっといつもよりも気持ち下から上めに、まあ、違うと前に振るっていうよりかは下から上まあループドライブなんですよね本当にチキータで下から上フォアドライブも一緒ですよねフォアドライブとかもう通常のドライブは平行スイングで後ろから前っていう感じなんですけどもループドライブやるときって下から上ですよねだからスイング方向皆さん違いますよね なので、このループチキータも、通常は前にチキータをこう上からまあこう引きつけて、チキータをこう前にこうシュッと振るんですけど、このループチキータは溜めてて、下から上にちょっと、下から上にちょっと引っ,引っ張り上げてあげるような感じで、シュッとやると、うまくいきます。で、スイングはあんま大きくするとですね、こうやって上がっちゃうんですよね。オーバーしちゃう。いつものチキータよりもですね、ポイントは、ちょっと小さめのスイングでやる。 ちょっと小さめでやるそうすると振ってちょっとああいい,いい感じに今ーバンドでいい感じにループチキータ出てくれました手前に落ちてくれましたこういうのがいいんですよねちょっと小さめのスイングで下から上にちょりってまあちょいチキみたいな感じなですねちょっともうチキータっていうよりチキータっていうよりかちょいちょいっていう感じですねちょっと小さくやってあげるとあのこのループチキータが非常にうまくこう手前に落ちてくれて相手が取,りもう取れないっていう感じになってくれます であ,とですねあとは薄めに捉えるる感じでやるとまくいきます小さいスイングでちょっといつもよりも厚く当たるとこう今普通のチキータちょっと前にいくような擦れる擦れながらちょっと厚く当たるチキータ横回転の曲がりチキータですねじゃなくてちょっと薄めにシュッと表面で薄く薄めに捉えるようになると今みたいに手前に落ちるような遅い超回転重視のループチキータが出せますから薄めにやるっていうのがポイントですね 今度手順三つ目三つ目はですね今度はですねあの狙い方なんですけどあのおすすめ手前に落とすチキータうまくこうループの落とすときに。 あのおすすめはまあバウンドを手なので通常の相手のコートにバウンドする普通のチキータは結構真ん中ら辺に落ちたりとかするんですけど真ん中ら辺がちょっと深めに入ったりくれたりするんですけどこの手前に落とすチキータはあの手前に落とさなくてはいけません。で今日ちょっとおすすめの手前の落とし方の,あの意識のやり方なんですけどバックの方に手前に落とすチキータこのループチキータをやりたい時はバック前を狙うように。 にバック前にバウンドが落ちるように意識してやるようにやるとうまくいきますそしてフォア側フォア側に手前に落とすチキータループチキータやりたい時はフォア前を落とすように意識してループチキータやるとうまくいきますこれ非常にシンプルなんですけどすごくイメージしやすいんですよねでまあこのようにやるとあの、まあ、小さめのスイングでこう下から上にスイング方向を変えてでちょっとほち 掘り上げて小さめに掘り上げてあげるような感じでやると回転量が非常に強くて距離を抑えることができます。前に行く距離を減らすすことができますね要するに前に行く距離が減るってことはよりサイドスピンが強くなるということになりますのでなので結果的に超横回転で短くてうまく収まってくれるので相手がもう,何もうどうしよう,もう何そのチキータされたらもう何もできないといった感じになります。 ループチキータのいいところはナチュラルに上と下が混ざるっていうところですいいところは綺麗な横回転じゃないですよね人によっては下が入ったり上に入ったり分かんねえっていう感じになるので合わせたらドタスって落ちたりドンって上に上がったり伸びてきたりなので相手は三球目サーブから3球目全然打てないですよねこう手前に落とすループチキータをされるとありがとうございました